ったー、取れたー、ちょっと、しっちぇ。皆さんこんにちは。テレビからチョコレートプラネットの松尾さんの声がしたので、また一光さんのモノマネしてるのかなと思ってパッてテレビ見たら、本物の一光さんでした。一ノ瀬ハヤトでございます。さあ本日は2018年12月29日土曜日でございます。ただいま12時30分を回ったところです。クリスマスも終わって本格的にまあ年末ということでございまして、まあ皆様にお忙しいと思いますけども、そんな忙しい中、私の方にこのね、どでかいものが、昨日ですね28日に、届いてきました。会社の忘年会があったので、ちょっとその日は開けられなかったんですけども、今日はこれを開けていきたいと思います。コンプリートセレクションモディフィケーション V バックル&ドラッグバイダー、ありがとうございます。お値段が送料と手数料込みで 52,812 円でございます。ふぇーつーい、カイザギアを超えてしまうお値段でございます。これ体積的にカイザギアのサイズを超えたんじゃないでしょうか。それでは早速開けていきましょう。今年最後のご褒美だよ。開けろ開けろ、箱を開けろ、おい開けろ開けろ、箱を開けろ。お、その前に、そうだ忘れてた、開ける前に、はい、オルナミンセー。あー、元気はつらつですよ。これをやっていかないとね。よっしゃ、参りますよ。それでは行きます。カイスプー。はい、私が見えなくなりました。どうなってるの。あー、また相変わらず白い髪が長えな。おい、本当にこれ箱、佐川さんも大変だよな。ふにゃー。うわ、うわ、うわ、なにこれ。この段ボールがこの角の、その角のタグゾーじゃねえ、箱つぶれ防止になってるんだ。ちょっと考えたね。焦るな俺。あ、来た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 、あ、来た来た来た、やったー、取れたー。すーん、うい、うわーきゃー。え、こっち、おー、こっちすげー。はい、こっちは前面には13人ライダー全員が映っているパッケージになっております。くそかっけーな、おい、鏡がパリーンってなってる中映ってる感じ。そしてこっちの裏面、きゃー、リュークサバイブとナイトサバイブが、こっちの面だけ見てください、この CSM のこのロゴ反転になってるんですね。素晴らしい演出ですな。はい、箱の側面には13人ライダーのライダースクレストがスラーと、はいはい、そして反対は、注意書きですね。またスライド式が、え、スラー、あー、出てきた出てきた、ウォーリャー、重い、わわ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 わ、あれまだ入ってる、おお、お、あー、そういうことか、別になってんだ、シュワ、うわぁ。はい、こちらのパッケージは、リュウキと、後ろ姿のナイトですね。コンプリートセレクションモディフィケーション V バックルと、こちらに V バックルが入ってると。そして裏が、あ、なるほど。裏面はナイトで、後ろ姿のリュウキ。こちらもさっきと同じように、ロゴが反転になってますね。はい、こちらがドラグバイザー。ちゃんとリュウキと、ドラグバイザーが映ってる感じですね。じゃあまずはやっぱりね、こちらからですよね。V バックから。開けていきましょう。せーの、かーい、ふー、お、なに、あ、あ、そういうことか、かーい、うわー、くわー、あ、あ、出た、あー、きたー、あ、こんな感じで入ってんだ。はい、相変わらず読み応えがありそうな、説明書でございます。はい、カードデッキで真ん中には V バックル、真ん中にはアドベントカードね。いやー、あ、軽い。コンセレ版は確かダイキャストだったんで、結構ね、ずっせいね、来るんですよ。ただこっちの CSM 版は、すごい軽いです。サイドパーツですね。いつもと同じような、マジックテープで。はい、こちらベルト止めパーツですね。シンプル。はい、パーツをつけて V バックルの完成です。ええやん、ええやん、すごいやん。はい、こちらが今回入っているすべてのカードデッキ。17個、やっかんですね。ちょっと1個ずつ見ていこうか。はい、まずはリュウキのデッキ、かっこいいね。
全体的にはマットなブラックで、この金の部分もね、本編に近い色ですね。ん？不良品とかじゃないんだけど、この全体的のこの縁の部分が出てるのがわかりますかね。あ、これちょっとなんか気になるね。縁がこう出てる分、なんか見栄えがなんか、あれだね。で、パカッと。ここら辺はいつもと一緒ですね。カード入れるところがこう、スプリング状態になってて、この感じだと2、3枚ぐらいしか入んない感じですね。はい、これが裏ですね。これか！これ認識ピンみたいなやつ。V バックリに装填して、どのライダーに変身したかを認識できるんですよね。これ気になってたんですよ。ちょっと目立つんじゃないかなと思ったんだけど、パッと見全然気にならないですね。ちょっと龍騎だけすぐ取り出せたので、CS 版と比較してみましょう。あ、やっぱ色合い的には CSM 版の方が劇中っぽいですね。これ CS 版の方だと、やっぱ縁があんまり目立たないですね。CSM だと、中までちゃんと色が入ってますね。CS 版だと、奥色が入ってないんだ。あ、でもちょっと違うところあるね。この赤い部分。この赤い部分がね、ちょっとサイズがちょっと違うんですね。最初は CS 版とそこまで変わんないんじゃないかなと思ったんですけども、結構違いがありますね。こちらナイト。龍騎は4つだったけど、ナイトは3つですね。ナイトの方が龍騎よりもさらにマット感が。シザース。ケージでカニさんです。認識ピンはこんな感じ。薄く茶色がかかってるブラック。さあ次はゾルダ。スーパー弁護士北岡秀一。紅白おめでとうございます。ゾルダのデッキは結構、ツヤ感がすごいですね。こんなだったっけかな。ゾルダの場合は、この奥の層が、あ、違った。奥の方が、色は入ってないですね。はい、認識ピンはこんな感じ。ライア、手塚さんですね。エイがモチーフの仮面ライダーですね。この色合い、ちょっと世界の破壊者的な色がしてますね。はい、認識ピンはこんな感じ。次はガイ。芝浦淳。サイ、ゴリラ、ゾウ違うわ。一瞬ナイトと同じかなと思ったんですけど、で、やっぱ全然違いますね、色が。はい、さらに近くで見るとこんな感じですね。はい、次は王者。デッキだけでもすごい悪そうな感じが出てますね。いや、色綺麗だ。思わずなんかテレビスペシャルみたいに口でちょっと加える感じのあれ、ちょっとやってみたいですね。やらないけど。認識ピンはこんな感じですね。いやいやするんだよ。次はタイガ。スーツアクターの渡辺淳さんの息子さんではございません。まあ知ってると思いますけども、その息子さんは、電王のテレビシリーズで、ジークが登場した時に出てきた、あの赤ん坊です。我が兄弟。話逸れちゃったよ。唯一一人だけ、変身するときにカードデッキを右手に持つライダーですね。登場ね。はい、認識ピンはこんな感じ。続いては、インペラー。どうしてもエンペラーと間違っちゃう。それイニシャル D の方なのにね。こうやってまじまじと見ると、このマークかっこいいね。これ大丈夫だね。落としたらすぐ割れるとかないよね。なんかみんなインペラーの最後がすげえトラウマだとか言ってるけど、俺そうでもないんだよね。俺の中のトラウマは、シザースの最後と、リュウキのテレビスペシャルのガイが思いっきりモンスターに食われるっていうあのシーン。あれも結構トラウマだと思うんだけどね。はい、こちらも認識ピンは1個ですね。なんか思わずここに1万円札とかを入れたくなっちゃうよね。チップとしてね。はい、お次は仮面ライダーベルデ。俳優のね、黒田アーシャーがね、変身した。テレビスペシャル限定のライダー。唯一彼だけ一発でカードデッキを入れて変身できたっていうね、伝説の持ち主でございます。いや、カメレオン感すごいな。王者と同じぐらい綺麗な色してるね。そう、グリーンバック見て。そう、グリーンバック見て。はい、認識ピンはこちらも1個ですね。はい、お次はファーム。史上初の女性ライダー1人目ということで。ね、加藤夏樹さんですよ。ロボコンのロビーナちゃんもね、やってたもんね。白鳥のように真っ白いぜ。こうやって見るとなんか綺麗な手鏡みたいな感じだよね。はい、認識ピンはこんな感じ。ミラーワールドからのライダー。竜が。俺は誰も殺してねえじゃないんだって。いや、これもかっこいいなぁ。認識ピンはこんな感じね。竜がだけね、変身音がね、違いますからね。それも再現できているところで、後でやってみましょうか。はい、次は、オーディーン。すげえ貫禄があるよね。これも綺麗なブランですね。この羽ばたいている感がいいね。フェニックスって感じだけど。認識ピンはこんな感じ。はい、こちら、龍騎ブランク隊のデッキですね。第1話で木戸慎二が、アパートで拾うデッキですよ。まあ、契約してませんから、もちろん何もここには入ってませんね。はい、認識ピンはこんな感じ。そういえば一瞬だけど、王者もブランク隊あったもんね、映画で。だって王者のブランク隊も欲しかったなって感じがする。さあ、次は龍騎サバイブデッキ。いやー、欲しかったんだよ、これ。CS 版の方だとさ、なんか結構今ネットで高くなっちゃってるじゃん。前から欲しいなと思ってたんだけど、我慢してよかったね。はい、認識ピンはこんな感じ。はい、ナイトサバイブデッキ。ちょっと動画では分かりにくいけど、タイガと比べるとこんな感じで。肉眼で見るとナイトサバイブの方がちょっと濃いブルーですね。
はい、認識ピンはこんな感じ。そして最後のデッキ、これは特別枠ですね。出ました、鎌田さんです。龍騎のテレビ本編には出なかったんだけど、仮面ライダーディケイドね、の龍騎の世界で登場したライダー。これ今思ったらさ、この感じさ、これジョーズだよね。これジョーズのポスターだよね、これ。いや、これも綺麗な色してるね。はい、認識ピンはこんな感じ。はい、続いては V バックル CS 版と比較してみましょう。下のテーブルがね、いい感じにね、反射しててね、いい演出ですよね。はい、皆さんから見て、左側ね、左側が CSM 版。そしてこちらが、CS 版ですね。動画ではさすがにね、わかりにくいですけど、やっぱ、重さがね、全然違うのよ。CS 版の方が、これ CSM 版よりも、多分倍以上の重さがあると思うんですよ。ここのバックの部分全体がダイキャストなので、すんごい重いんですよ。取り扱いには結構注意なんですけど、CSM 版の方は、本当に、ほら、もうこんな軽いわけですよ。そしてさらに大きな違いは、このやっぱりこれベルトの帯部分ですね。はい、CSM 版は、カチッと、簡単につけられて、まあ長さ調整も、まあいつも通りにね、簡単に調節できるんですけども、こちら CSM 版はね、もうね、後ろから見るとね、もうこういう調節用の、これ名前なんて言うんだっけ?とにかくこのカチッってやるやつが丸見えなんですよ。調節方法もこんな感じで、ほらどうですか?後ろから見るとほんとこんな感じなんですよ。非常に見た目が悪すぎるんですよ。このどうしてもこの後ろの部分が見た目が非常に悪いので、今回の CSM は後ろの見栄えもいい感じでね、最高です。で、デッキを入れる部分もいろいろ改良されてますね。前はここの部分で、まあ変身音が。この CSM は、あ、違うわ。この認識ピンのところかな?ここで反応して変身音が流れると。サンプルの写真の時は、ここの認識のところが結構目立ってて、大丈夫かなと思ってたんだけど、改良されてて、そこまで目立たない感じになってます。はい、ちなみにこれ今 CSM 版のデッキなんですけど、CS 版の V バックルに入れることは、あ、入りますね。できますね。はい、こちら CS 版のデッキに、CSM 版の V バックルに入れることはできるのでしょうかね。あれ?あれ?あ、入んないわ。どこだ?どこで止まってるんだ?あ、わかるかな?ここでなんか、止まってますね。はい、上が CSM 版で、下が CS 版なんですけど、このスライドするところのね、形が違いますね。右の CS 版に比べて、左の CSM 版の方がちょっと薄くなりましたね。さあ、お次はアドベントカードですね。ああ、このラップできっちり。フィルムを剥がすいの。はい、では早速、マジックやっていきましょう。この中じゃねえよ。材質はちょっと紙っぽいような感じですが、まあ、結構丈夫にできてますね。もちろん劇中通り英語表記ですね。全部で33枚入っていると。ドラグレッターから始まって、ファイナルベント、ダークウィング、ファイナルベント、オールキャンサー、ファイナルベント、マグナギーガー、ファイナルベント、各ライダーのカードがこう2枚ずつ。では、他のソードベントとかのね、カードは、どこにあるんだというのはね、どこにあるのかっていうのは、そちら、ドラグバイザーの方に入ってるというね、なかなかいやらしい売り方ですよね。このドラグレッターから、これはわかるよね。これ簡単だから。このカードの中にあのチップみたいなのが入ってるんだよね。ちょっと丸い何かが見えると思うんですけども、これがそのチップですね。はい、電池はバックルの後ろに単位を3本。ここに電源スイッチがあるので、オンにしてみましょう。おー、来た。まずね、デッキを入れる前にね、もうすでにもうここからね、セリフ遊びができると。セリフボタンは、ここ。ここですね。ここを押すと、8人のキャラクターの変身が聞けると。シンジ、レン、北岡、朝倉、手塚、東条、霧島、美穂。そして最後、鏡の中のシンジと。変身。シンジだ。にゃーそしてこっちのボタンが効果音ボタンということで、モンスターの感知音と V バックル出現の音が出ると。
すげえ。いやー、やばい、これだけで涙もんだ。あー、今ついたよ。今ベルトついたよ。まず最初は、デッキを普通に入れてみたいと思います。変身。うわー、長いね。音もそこまでね、悪くはないですね。カードを引き抜いてみましょうか。嬉しい。ちゃんとカードの引き抜き音が劇中通りですね。CS 版のその引き抜き音はね、なんつうんだろう、ダーンみたいな、そういう音だったんですけども、今回はちゃんとね、劇中通りのね、音になってますね。うん、これこれ。ちゃんとね、ここ LED が光りましたね。そしてこっからは変身後の音声遊び。変身したライダーに応じてセリフが流れると。今これ隆起なんでちょっと押してみますか。じゃあ俺が将軍になる。少なくとも俺はモンスターと戦うために変身する。誰かを守るためだけに変身するから。わあ。てかさ、これ説明書見てんだけどさ、シンジだけでさ45個もあるんだけど、どういうことこれ。やばあ、15万なって。お前3万だろ。わあ、懐かしい。3万だろ。俺の中でやっぱ3万って聞くとね、もうシンジのイメージしかないんですよね。シッチ。そして変身後にこの効果音ボタンを押すとですね、ミラーワールドの突入音と、そのミラーワールドのその環境のあの音が鳴ると。入った。はい、ミラーワールド入りました。どうぞ。そしてこの環境音ですね、9分55秒まで。なり続けるんです。これ実はね、劇中通りなんですね。その劇中も、ミラーワールドには9分55秒まで。9分55秒に近づくと、蒸発音が流れると。そんなに9分55秒もね、待ってられないというあなた、そういう場合はですね、この効果音ボタンを長押しすると、蒸発音が鳴ると。聞こえます、聞こえます。はい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 。はい、ミラーワールドが帰ってきました。そしてその蒸発音の間にセリフボタンを押すと、各ライダーのね、時間切れ方が聞こえると。例えばこれ隆起なわけね。はい、蒸発音が流れたのでセリフボタン、時間切れか。おー。それで帰っていくと、戻ってきたと。こう説明書を見てると、結構ねセリフの量がね、やっぱり半端ないんですよ。ちょっと今回は全部の、セリフはちょっと長せません。ちょっと俺これ気になるなっていうセリフとか音声を、抜粋しながら、今回紹介していきたいと思います。もしね、全部の音声聞きたいっていう方は、この動画を見終わった後、大物のね方の動画をぜひご覧ください。そのセリフが入っているライダーをちょっと、デッキ入れてみたいと思います。取ると会場音が鳴るんでね。次は、レン、ナイトに行きましょう。はっ、おい、ダークウィング。おぉ、邪魔をするな。あんま声変わんないよね、当時と。勇気か。今のうちに潰しておいた方が良さそうだな。次は北岡さん、行きましょう。な、写真写りがいいだろう。右斜め45度。これ、俺の角度ね。ゴロちゃん、あとはよろしく。あー、ゴロちゃんそうだよ、ゴロちゃんそうだ。北岡さん、やっぱりゴロちゃんが必要なんです。さあ、次は仮面ライダー王者でございます。今もイラついてる。無罪にできない役立たずにな。なるほど。ライダーになるのは面白いな。イライラがすっかり消えた。いい声してんなー。次、ライア、手塚。
やっぱ16年もね、経ってますからね、声がね、やっぱ、当時よりもね、深みが出てますよね。次はタイガ。ちょっとこれだけ登場っぽく。多分、君にミラーワールドは閉じられないと思う。無理だよ。僕と香川先生と中村くんでやるから。なんか映像が蘇ってくるね。さあ次はファムです。さあ、ファームの次はやっぱり龍河です。龍河はね、変身音が違いますからね、注目です。あー、変わってますね。ちゃんと龍河の変身音になってますね。終わりか。そう、すべて。お前のせいだ。ミラーワールドからのライダー。龍河。ちょっとまた映画見たくなっちゃって。そして最後、オーディンです。オーディンといえばやっぱ小山さんですよね。小山さんの声が入ってると。戦いを続けろ。生き残った者は、私と戦い、力を得られるだろう。13人目である、この私と。まだ私と戦う時ではない。お前たちは、今のまま戦い合えばいい。一人だけエコーがすごいんですけど。すごいこれ気になるなっていうような、音声をちょっとね、探してね、やってみたいと思います。え嘘だろ、おい。これは魅力的なセリフがありますよ。テレビくんのハイパービデオ奇妙な3人のセリフが流れるということで。じゃあ、ここはちょっと隆起でいきます。さあ、この隆起の場合だと、26番、27番、28番。俺たちは人間の自由と。平和を守る仮面ライダーだ。でここに入ってないんだけど、シンジが言うんですよね。え？勇気、これからも力を合わせて戦おう。人の自由と平和のためにな。俺たちは仲間だ。ずっとな。お前と出会えて、俺たちの幸せだ。気持ち悪い。俺たちは仮面ライダーだ。パリーンって終わって、シンジが、まあ、夢落ちでしたね。シンジが、俺たちは、仮面ライダーだ。って、この、下、BGM ボタンで、ずーっと流してしまうと、まあ、著作権的なものに引っかかってしまいます。はい。ちょっとだけ流す分にはいいと思うので、4曲入っているんですけども、その、龍騎変身、ファイナルベント、果てなき命、希望と書いて命ですからね。で、果てなき命、括弧短縮バージョン。レボリューション。レボリューション、短縮バージョン。4曲のうち2曲が、短縮バージョンが入っていると。このボタンを押すと、BGM 音が流れて、もう一度押すと止まるというシステムです。いきます。ふい！たまんないね。はい。あっす、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 ありがとうございます。はい、うおーBGM ボタンを長押しすると、スタンバイ音が鳴るわけです。ディオンっていう音ね。はい、これね。最大6回スタンバイ音が流れて、変身後の場合は最大7回まで、鳴ると。この説明書によれば、そのスタンバイ音の回数ごとに、まあ、曲が、変わると。例えば、スタンバイ1回だったら、龍騎変身。で、2回になると、その次の曲、ファイナルベントになっていくと。この状態で変身します。素晴らしいです。この説明書によれば、スタンバイ音を7回鳴らすとですね、カード引き抜き後、約3秒後に、レボリューションが鳴ると。これは絶対やるしかないですよ。あ！そうか、こっちの方には、あのカードが入ってない。今ここにあるカードをね、仕込みまして、やってみましょう。
はい、ということでコンプリートセクションモディフィケーション V バックル&ドラグバイザーから、まずは V バックルをご紹介いたしました。ごちそうさまです。もう相変わらずね、セリフの多さにはもう脱帽でございます。とりあえず今回の動画は、ここで終了と。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、一ノ瀬ハトでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。